修学猶予及び修学免除とは、市町村教育委員会が学齢期に達した子の保護者に対し、その子を学校に修学させる義務を猶予または免除することである。日本では学校教育法第18条がこれを定める。修学猶予及び修学免除の適用を受けるのは、義務教育を受ける学齢期の児童生徒の保護者のうち、病弱、発育不完全。 その他やむを得ない自由のために就学困難と認められる子女の保護者である。その他やむを得ない自由については、文部科学省がホームページで下記の通り例示している。1979年4月1日に養護学校が義務教育になる前、日本では本人及び保護者の意思に関わらず、多くの障害児の保護者に対して、就学猶予や修学免除の適用がされていた。 これらは教育を受けさせる義務の猶予あるいは免除であって、教育を受ける権利に直接的な影響を生じさせるわけではない。しかし、障害児のための学習環境の整備が遅れていたため、実際にはある程度重度の障害児本人及び保護者が学校教育を受けることを希望しても、ほとんどの場合で入学が認められなかった。現代社会においては、 特別支援学校の整備が進んだこともあり、このような強制的な適用が行われるのは比較的少数になりつつあるが、子供の教育を受ける権利や学習権の拡充を図る立場からは、さらに適用数の減少を図るべきだという意見もある。またこのような理由で過去に修学免除になったことのある学齢超過者に対して特別支援学校などに入学して初等教育や 中等教育を行うことを許可する例も見られる。なお、1984年の国籍法の改正により、日本の国籍を有する茂激二席者の学齢児童生徒の保護者は、義務教育を受けさせる義務を負うことになり、該当の保護者がこう、インターナショナルスクールに通学させる場合に、就学免除の手続きが必要になった。近年、朝廷第十時の救命率の増加により、 本来なら数ヶ月ほど誕生が遅いはずだった児童が十分に学校教育を受けられる状態まで発達しないまま入学時期を迎えるケースが増えている。こういった児童に対して修学猶予を望む声もあり、文部科学省でもホームページに修学猶予、修学免除のその他の一例として低出生体重児童について明示した。中学校卒業程度認定試験は 修学免除者や修学猶予者を主に対象にしている。現在は満16歳以上であれば誰でも受験できるので学籍はあったが不登校だったために中学校を卒業できなかった場合なども受験できる。修学猶予、免除者数は養護学校義務化を契機として、 1970年度は2万1283人で、あったものが1980年度は2593人に落ち込み、その後も減少を続けて1991年度には過去最低の1205人となったが、刺激二席者がインターナショナルスクールに通学する場合手続きが必要になったことから徐々に増加し、2010年度は3682人と、 最低期の3倍になっている。なお、就学有予者数は過去最低だった1991年度が936人、2010年度が1656人とあまり大きな変化はないが、就学免除者数の方は過去最低だった1987年度が178人、2010年度が2026人と11倍に増加している。統計上。 修学猶予、免除の理由には、もう、弱視、老、難聴、死体不自由、傭弱、虚弱、知的障害、児童自立支援施設または、少年院にいるため、その他の7種類があるが、ほとんどが、その他であり、児童自立支援施設または、少年院にいるためが1割未満、それ以外はごくわずかである。都道府県によって、適用数は、非常に大きく異なり、 修学猶予、免除ともにゼロの件もある。修学猶予、免除を受けた場合、学齢期に達してからも幼稚園、保育所の設置者の判断により在籍できる場合があり、新聞報道でも実例が確認できるが、国勢調査の統計表では7歳以上の幼稚園、保育園在籍者が全くゼロになっている。戦前は困窮を理由とした修学猶予、免除も行われていたが、 国民学校設置後は廃止された。また、日本では民法820条によって、親権者がこの看護及び教育をする義務が規定されているため、児童生徒本人の意思で、就学猶予及び就学免除を行政に申請できない法体系になっている。1、就学義務の猶予または免除について、文部科学省朝日 .com、成長遅い子ども 修学猶予見守ってあげて2 0十年三月二十九日、苦修学猶予、免除者数推移及び、理由別、文部科学省私立幼稚園等に通園する、修学猶予時にかかる補助金交付要項を託歴礼要項修調停退従時に修学猶予日立ち、1年遅れても、いい両親訴え読売新聞二千十年三月二十九日諸外国では、児童の発達に合わせて、 基準年齢から入学を遅らせて、就学猶予と同等の措置を行ったり、逆に基準年齢から入学を早めたりする場合もある。ありがとうございます。